地主とは土地を貸し付けて、それで得た時代を主たる収入として生活する人のこと。地主というのは古代から現代に至るまで存在するが、その存在のあり方は各時代において異なる。封建社会では支配階級を構成する領主が地主として最高の領有権を持ち、濃度から時代を収集した。封建制から資本主義へ移行したのに伴い、地主的土地所有は、 近代的土地所有へと転化し、地主の存在も社会の中で変化してきたという歴史がある。このように地主の性質は時代とともに変化してきているので以下、古い時代から順を追って解説していく。地域ごとに歴史が異なるので地域別に解説する。ヨーロッパにおける地主はローマ帝国と荘園制度に遡ることができる。そこにおいては、 農民は土地に束縛され、保護と正義のもと、地主の従属にあった。その封建制のもとでは、そのような関係は広く行き渡っていた。帝政ロシア期のロシアの地主たちは、ツァーリによる絶対的支配のもと、ブルジョワジーと共に、権勢を振るっていた。最大の地主は、ツァーリであった。地主たちは土地を独占的に所有しており、農地の全面積のうち4分の3は、 有力な王子主が占有していた。当時のデータとして、ウラジービル・レーニンによると、700人の王子主が、平均して3万弟子やチーナの農地をそれぞれ所有し、その面積は、60万人の商事主の3倍である。なお19世紀、ロシア帝国を生きた文豪トルストイも王子主であったが、トルストイの場合は、小作人と共に働き、貧困層に援助をしていた。 ロシア革命とソビエト誕生によりツアーリの絶対的支配体制は終焉した。ソビエト終焉以後の現代ロシアでは資本主義経済が組み込まれている。デビッド・カーソン・ベリーは良い地主として仮主たちに記憶されている。ベリーの所有地としてベリーの名を冠したベリーニューサウスウェールズが知られている。アメリカ合衆国では 財産権と契約に関する地主借り主間の葬儀は、概して連邦法ではなく州法の管轄である。州法と、いくつかの地域では市またはカントリーの法律であるが、それらは借り主に対する立ちのきの要件を設定している。賃貸期間の終了時、貸借関係は通例として、理由なしで打ち切ることができるが、地主が借り主を、 期間満了前に立ち退かせるための根拠は通例として限定される。地主がチャージできる賃料の上限を法で規定している違いがある。それはレントコントロールとして知られる。また、居住適正の目視の保障というものがあり、それによって地主は住宅を安全で規律があり、住むのに適した状態に保たなければいけない。それは、煙探知機やドアの施錠といった。 安全性の必要最小条件の処置である。中国大陸の農村では地主は農地の所有者である。彼は土地を貸し出して農夫に工作させ、協議に基づいて工作物の何パーセントかの時代を徴収する。社会主義国家における土地の最終的な所有者は国家であるゆえ、地主もまた国家に対して時代を収める。土地を貸して 土地の貸し代がその人の主たる収入になっている人。ではあっても、土地の貸し付け料が主たる収入でない人は、基本的には、地主ではない。現代では、地主と借り手の間には、賃貸借契約が結ばれる。現代では、地主も借り手も、自然人の場合もあれば、法人格の場合もあり得る。日本の著名な地主は、本間市、市島や、伊藤文吉、田辺長江門、 堤つ明、竹野や等。日本においては、戦後、地価が高騰したため、地主は、大金持ちというイメージが今でも強く残っている。多くの地主は、家主を兼任している。揶揄的に寄生地主の略称として使われることもある。ありがとうございます。